今日は土曜日。なんかすごく早く感じるね。なんかおはよう。自殺事件見た。ありがとうございます。自殺事件ね、昨日の21時に放送されたので皆さん見てください。まだって方はね。ってことでメイクをしたいと思います。仕事行ってくるね。あ、行ってらっしゃい。頑張れ頑張れ頑張ってね。ちょうど確かお弁当を食べてるらへんだよね。歌うまやってみん？うん。歌うまに挑戦してみました。AKB グループの歌うまのやつ。5人 NNB ではさ5人だけってことやな。あれ9期生もっと歌唱力出ると思ってた。確かにもう多いもんね、歌うまい人。今佐伯チャンネルと思ってた。分からへん。あ、中間発表だからまたこれから。あー、どんなんやろ。まだ出るんかな。確かに締め切ってないよ。確かに。まずはそう、予選はちょっとできるだけっていうか、それか、え、そう、みそらちゃんとかよしみんは絶対出るってね。で、みそらちゃんとかさゆきちゃんも出ると思うねんけどな、分からへん。歌うま9期みんなで出たいよな。そのあれ YNN さんでカラオケやったメンバーとか、あとはね、あのさゆきちゃんもね、一緒に7地球ライブの時かなに歌のやつやったから出たい。一緒に行くしよう。それはピアノ伴奏だからね。ちょっと合わせるのむずそう。マジで音程をはっきり理解していかないといけんってことやな。いや、いて。グループさんのメンバーさん歌の先生がいっぱいしてきた。ああ、うわ、そっか。なんかそん、怖っ。まだまだやけど、絶対もさ、絶対さ、なんかもう緊張するやん。そんなもうねえ、まあそう、失うものはない。
緊張しない方が、それはそう、それはそうなのよね。楽しんでるよ、と別グループの交流。あ、確かにもうね、確かにそう、こんぐらいじゃないとあんまりね、機会ないもんね、こういうの。年上の方いっぱいなんやろな。ステイヤーがめ、もうやば。だってさ、だってさ、この前の YNN さんの時でめっちゃ緊張してん。ほんでそんなさ、ねえ、やばいね。昔は毎月グループの握手会があった。え、全員を同時にするってこと？首も寝とこ。柏原くん、YNN さんちょっとステージっていうか場所が変わった。 YNN さんって思う？いや、 YNN さんでも緊張したよ。まあでも初めてそういう、こう、何、皆さんに見られる場所で配信で、なんかあとはかりんさんとかも言い張ったやんか。だからめっちゃ緊張した。見てる人が全部、あ、さあ、猫だから分からへん。あやみたい、あやみの曲、あやみが歌ってるなんて分からへん。そう、一人でいつものように大熱唱してるだけと思えばいいのか。AKB グループみんな集まってたね。ファイナル行きたいね。なんかもう言い方が、ファイナルとか言い方が嬉しい。え、そう、本当はマジでめっちゃ悩んでたんやんか。でもそう、なんかもう、なんか別に損するわけでもないし、なんなら挑戦しただけでなんかいろいろそれが経験になるかもしれんから立候補しましたね。むしろ失うものないやんって思って。そう、損ない、普通に損はないよ、ないやん、ないよんってないから、まあ別に落ち、なんかもし仮に落ちましたってなって、それで何があんのって感じ。損はあんのって感じだから、そういいよね、この感覚っていいよね。なんならもしかしたら得れるものがあるかもしれへんから、ならもう挑戦しとこ、何でも挑戦。とりあえずやってみようっていう。あの、利益があっても、なんやこれ、損益はないもんね。損益、絶対損益じゃないよな。何これ、あやみさんかっけえ、やばいそういうことか。予選でもまだよ、スマイルとか他の配信声出てて、え、やったね。確かに
あれさ、そう確かに48、他のグループの方もやるってことは、他のそのグループのファンの方もやるってことやから、それでもしっかり宣伝して帰ろしっかり宣伝して、落ちいつ落ちてもいいように帰ろ。大阪万博まで1年、2025年か、こう脈々生演奏で歌うとか初めてかも。チーナイトの一時まなみちゃん、コメントをせないだ方は幸せなのか、お願いします、マジでお願いします、本当に本当にお願いします。イエシオンさんのやつはさ、結構 TikTok で出てきた、その時その駅で合ってる、よかったこれは見つかってしまうって、いや、ピアノの人に希望をちゃんと合わせてくれる、もピアノの方好きになりそう。他のファンの方に道を知ってもらっちゃう、そう、それもあるってことは、損はないけどいいことはいっぱいあるから、な、出た方が得だよねっていう。それでもしかして、そのもし予選で受かって、その次で落ちたとしても、あゆみちゃんうまかったって思ってもらえるかもしれない。あ、そう、にちちゃんと支払ったよありがとうございますいっぱいそう、あゆみのファンにならなくても NNB を知ってもらうことはできるかもしれへんから、ちょっとしら完了しました、ありがとうございます。じゃあ選曲は大事、え、マジそれな、ちょっと伴奏よしみん、よしみんいいやん休憩でなんかグループみたいやな、そうなると。祝賀、あ、祝賀、握手会追加してありがとうございます。この3万百全員チケット2回2枚あるけど、それで5回来た。ねえ、もさあ行きたい。なんか楽しそう、めっちゃ。関西やしね。ボディ、デッドボディか、デッドボディのの時思ったけど、ちょっとキー低めの、え、そう、あれ高い声出えへんねん高い声出えへん、だからそういう自分が合うのはヤケブックイとか、甘神姫かなとかも合うし、ブリアンドソウル歌える、ブリアンドソウル歌えないな、歌えるけど、ママ起きて、うわ、あゆみがこの時間に起きてなかったら起こそうって思う時間に今も起きてる、おもろ、何回かアラーム、そう、高い声もあるよね、あーってなる裏返る、おはよう、そう、サンリオキャラクター大賞始まったから、みんなお願いします、クロミちゃんに投票してください、今年はクロミちゃんが1位になりますように、今年もシナモに負けた、予選120曲以上ある課題曲の中から1曲を選び、ピアノ伴奏で、そう、あの選ばないといけないの、課題曲あんねん、決まってんねん、だからそこに何があるかによってマジで変わる。わかります、写真集を貼ると私が行きますか、マジで行きたいで行きたい、ほんまに行きたいけど、うん、
うん、選曲で失敗してこい。マジでちゃんと自分のことを考えて選曲しないといけない。で、思いっきり広めたいよな、マジで。毎年ポイントで応用してる時、大丈夫、大丈夫。ああ、ちゃんとサンリオで推しキャラがいる人はもうその人に投げてあげ、その子に投げてあげて。ただなんかみんな好きみたいな子は全員マジでクロミちゃん投げてください、お願いします。私も投げます、投げますっていうこと、私も投票します。クロミちゃんに清き一票、今回は1位にさせてあげたい、マジで。それはノリノリよりしっとりした曲がかりです。ああ。高いのは才能だけど高い方です。確かに高いのは、ああ確かにそう考えたら低いのはね、もう、あくるみちゃん寮、同じ曲でかぶった時、え、かぶったらさ、なんかちょっと難しいよな、そのむしろ何、結構さ差が分かりやすいやん、同じ曲やと。ハンギョドンガチでおるおる、学校でも結構おる、ハンギョドン好きな子。コギミンとコギミンクロミちゃん、クリームにかわいいよな。シナモンに勝ちたい、私はもうシナモンに勝ったらもういい、悔いはない。シナモンかわいいけどね、かわいい、わかるよ、僕はシナモンウサギじゃないもん、言ってるもん、僕はウサギ年生まれなのでウサギキャラに、誰やウサギ、ウサギ、あーマロンクリーム、マロンクリームやったっけ名前の子がウサギやな。めちゃくはです、なかなか3位からだけど、え、なんかめっちゃ決まるよな、サンリオ、シナモン、クロミ、ポチャッコ、うちの会社にはハンギョドン作れてますよ。すごい、あのちなみに私の学校にもあのハンギョドンが好きな、あだ名がハンギョドンの方がいます、先生がいます、はい。スキーがクロミちゃんとコラボしてた時悔しかった悔しかった、なんでなんで見ちゃう、マジで、いやシナモン強いよな、シナモン、レイポン、クロミちゃんみたい。だからアミはジオンさんと協力してシナモンを倒す。もうクロミちゃんに投げまくろ。アバターはまだだよ。一応この日まで書いてとは言われたけど。ケロケロケロッピも好き、かわいい。うっさちゃん、ウサちゃんじゃない、カエルちゃん、倒すんだ、黒み合いを見せる、見せつけてやるって感じ、今回は勝ってやるからな、ねね、SKE がクロミちゃんとコラボするって知って一番にあゆみの子がやった、それはケロピア、若菜さんも好きやったね、どうしよう、
ロミちゃんといえばあやみとジオンさんだから、私はジオンさんと一緒にいっぱいいっぱい投票してシナモンを抜かします。衣笠的には野良猫ら、衣笠家は野良猫団ランドよ。アバターで思い出したけど、あなたとよしみちゃんさん告白、そうやね、やばい、もうすぐさ、もうすぐさ1年経つからさ、イベントのやつ2個と1年のやつもう1個考えないといけなくて、もういっぱい書けるよ候補、なんかこういうの書きたいなってやつ全部書けるかもしれん、もしかしたら。とりあえず今日どういう曲があんのやろな、英語とかどうしよう英語ばっかときた怖っ。よし、アイオンキングお前ちゃん、さくらさんもアイチャシーめっちゃね、あーすごいっぱいだね。1年福山さんと新種買います、買いますキミガヨやばい、キミガヨ歌う、ロングブレス振るんように風船膨らましてきたよ。ほんまやな、今くらみちゃん投票すぎたら毎日投票できる、あーありがとうございます、やったね。麦、ごま、豆、3個考えたら、あ、確かにいいね、それ。くらみちゃん投票してきた、早い早い早い、みんなありがとうございます、早いね、ありがとう。でもおー、マジでどういう曲があるんかマジで気になる。あみが若いのの話は確かに、え、普通にいいんやったら行くけどな、あやみ。でもさすがにあれやから、でも買ってもらうままに買ってもらいはする、普通に絶対に。何祝い、何祝いにしよう、でも普通に若やんさん写真集おめでとう祝いで写真集買ってもらう自分のお祝いじゃないけど、推しのお祝いは自分のお祝いだから。どうしよう、今日は、もうだいぶあったかいよな。ほんでちょっと待って、あの、ま、豆さん容赦なくゴマの上に乗りすぎね、マジで見せたいこれ。でもちょっと見せれない、暗殺。あやみはそういうのは基本一切使う派、夏日やねん。そうやから、もうほぼ夏やけど、ちょっと桜、春といえば桜やからピンクメイクにしてもいいし、ちょっと暑いからオレンジにしてもいいし、なんかすごいいっぱい英語が来た、なんて読むこれ、翻訳して誰かそう、豆ゴマがもともと寝ててんやんか、布団の上で、そこにこうやって乗っかってきた豆が、ドンって。ピンクだな、いつも通り。あ、英語じゃないのこれ
いっぱいじゃあアルファベットが来た。何語これ。インドネシア語か。なんだ。麦ちゃんとゴムちゃんのうち誰を公式呼ばれた。それは麦ちゃんじゃない？うちの大黒柱猫が。テレマカシー、テレマカシーって言っとこう。わかんないから。テレマカシー、テレマカシー。あーやばい、花粉やばそう今日。てかなんとなく。朝から喉も痛かったし。はいよ、伝えないだろうか。いや、まあ、Google 前からから外国人接客も少し悪くで、確かにさ、そのなんかさ、生んリアんなんか言った言葉をさ、その場で翻訳してくれる機会とかあるやんか。それ便利だよね。テレ隠しお時間をいただきありがとうございました。ありがとうございました。テレ隠しで、ね、ま、もうそれ言われたらそれしか聞こえへんやん。テレ隠し、コップンか、コップンか、テレ隠し、おもろ。お、まつげが抜けた。やばい。ポケトーク、ポケモントーク。イブビブイバンバンネコダリムムムレノリドリダンダンネットダリダリルンルン。Thank you to あやみ、ありが、テレマカシー。笹岡さん起きたよ。今準備してるっぽい。バラの花に願い乗せてさ、うん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 。オッケー。すごく目がかゆいわ。どうしてかしら。我らのアイドル笹岡、そう、木長崎の第二のアイドルだからね、笹岡さん。花粉です。え、ねえ、ママのお弁当やばいやろ。めっちゃさ、えぐいよな。いい意味で。マジですごかった。美味しかった。もうママがさ、朝早くに起きてさ、作ってくれてたんよ。ポケトークはポケットトークの略、ポケットに入れて持ち上げた。あ、あー、それか。え、そう、なんか読み方分からへんけど、それなんか黄色い砂らしい。まあ黄色い砂やばい。だからひどいのよ、あやみたちも。交差って読むのね。オッケー。あ、見舞いまで多さって言ってた。
だってだってさ、黄金センターって言うやん、黄色って王って読むやん、だから妙さって言ってた。大阪風のダブルパンチ、あうわあ。やられちゃったよ、花粉と黄砂に。そして猫の毛。ここで勉強しとけば大きなステージに走る。てかショールームってさ、勉強になることいっぱいだよね。配信ってか、配信はいっぱい。猫にやって。猫に花粉にこうさ、そうトリプルパンチやで、わわわってなっちゃう。痛い、ごめんね、痛かったね、携帯。どうしよう、次何。ラーメンを初出すとも、そう、あみ初出すとも食べ物系ないけどさ、そういうさ、にハウスダストとか花粉とか系めっちゃ多いねんな。なんでやろな。食べ物はマジでないねんな。アレルギー DD？ アレルギー DD？ アレルギー誰でも大好き。やばいやばい。まあヒノキ花粉。じゃあミヒノキもなんかな。いや、杉がアレルギー。ない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 、アレルギーには救えたくし、アレルギーをついたくもない。私はこの世アレルギー、この世アレルギー。ちょっと中二病っぽいこと言ってみよう。どう、やばい、思いつかん。これで中二のくせに中二病じゃないってことがバレちゃう、大変だ。花粉症まだなったことないの？やば。でもあやみは昔から花粉を体験してるおかげで、もう、あ、はいはい、いつものやつねってなる。だってさ、花粉症じゃない人がさ、いきなりさ花粉症になったらさ、絶対さしんどくない？あ、待って、アイシャドウちょっと忘れてた。自分にはならんよ、小6から12秒の子はおるけど。オッケー。
よし、それは花粉だ。花粉だ。昼時はバラなんとかあってマフマント着て学校じゃん。ヒーローじゃん。スーパーヒーロー。笹岡さんにも反抗期、反抗期はなかったけど変な子やったらしい。チュリビワヤミブラックコーヒーのためよみバラ飲めないんだよ。うん、ブラックヒーロー、ブラックヒーローじゃない、ブラックコーヒー飲めない。ブラックヒーローやばい。今育ちなので花粉の季節になると杉の木を切って花粉を全身に暴れというか、それやばいやん。あれもうそんなんしてみたいわ。花粉じゃなかったらもう絶対してた。え、なんかめっちゃ色いい。あいら久しぶりに弾いたかも。なみ、君もヒーローになれる。よかった。オールマイト。ね、どんな子やったんやろ。またバーバーに聞いとくわ。ママどんな子やったん、どんなことしてたんって。変な子ってさ、自分で変って気づかんやん。だからそれを育ててたばあばに聞かないとあかんな。なんか弾けたよね。なんかあんま気にせずに弾いた方がさ、うまく弾けるのはなんなんやろな。なんかまあアイラインだけじゃなくてさ、前髪とかもそうやけどさ、あんま気にせずにさ、ピュッってやった方がさ、案外うまくいく。昔かくりんぼやばい。え、でもママは昔はガリガリやったし、網みたいに、網みたいにっていうのもおかしいけど。中2ぐらいになると同級生女子が面白い男をついてきて。今の女子はね、なんかもう結構前からつけてる子とかいるよし、つけてる子もおるし、ちゃんと普通、え、普通につけ方も分かってる。今時って感じ。花粉症に大人になってからなると、マイティさんみたいに副鼻腔炎とか発症。よかった、子供からなっといて。バーバママそれバーバとママとあやみ、あやみじゃない。ちじじけ可愛かったよ。だね。佐藤さん同世代だから AKB 絶頂期の話あいそう。ママどう見てたんかな。中学生で副鼻腔炎さん、あのちなみに振り仮名は振ってくださってました。はい。あみちゃん、もしもトランプさんが大統領に復帰したらついでどうも。あみはよくわかりません。分からへん、あやみなんかもそこらへん。まだ日本はあの誰かわかるよ。でも今あやみでもアメリカの方大、あのトランプさんしかわからんし、なんならつい最近までまだトランプさんやと思ってたもん。
はい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 、よし、オッケー。まつげがバッサンバッサンしてるよ。なんかまだそこまでやってないね、社会とか。歴史は今は何してたっけ、忘れた。でもアイヌやったっけ、北海道の方たちは出てきたもん。琉球王国とか、なんか目がでかく見えるね。おはよう。ママ。した。今からドライヤーが流れるよ、音が。みんな音量に注意してね。そう、公民はまだやねん。まだ歴史と地理だけやってんの。だから地理は今のあれをやってる。排他的経済水域。言えた。あ、将来的には乗りそう、コロナウイルスとかも。EEZ、 江戸はまだかな。でもうすぐあれ、もうすぐ戦国時代、マジで楽しみ。戦国時代が一番好きなのよ。1年の時にさ、戦国時代って1年の時にやんのって聞いたらさ、2年にやるよって言われてさ、ちょっとショックやった。一刻でも早く戦国時代やりたい人やから。約帰りです。12、24、いろいろあるよね。全国武将では、武将じゃないけど、あゆみが好きなのはお市が好き。ギラギラ歌ってるでしょ、ギラギラ。怖っ。ギラギラが。どんな夢見てんの？今日のママの夢は、うん、めっちゃはっきり覚えてる。マジで？なんか歌うま選手権みたいなやつが開かれて、うんうん、ママは見に行ってて。あ、見に行ってる側？そう。だから野生爆弾。うん。誰す？芸能人の方？うん。うん。うん、いや出ませんみたいな。うん、お前天直しやねんか、天直と一緒に出なあかんやろって言って、後ろ見たら天直って、うん、出るみたいな感じで、出ようか。天直と二人で出ることになって、うん、じゃあギラギラとかどうみたいな。天直とギラギラ歌う練習するっていう、こう、謎やな。面白かったな。おもろいな。なーにそれ、夢っておもろいよな、マジで。あみは今日はどんな夢見たっけな。
あー、何やったっけ。あ、豪邸の猫になる夢見た今日。うん、え、猫か分からん、でも多分猫なんかね、キャッ、何、高いとこに登ってたずっと。なんかたまにこの前見たのは猫になる夢。猫の夢、へえ。あ、でも第三視点で見ること多いで。うん、自分の目線やわ。へえ、すごい。え、なんか第三視点で見ててんけど、その人のこと。でもいつか、いつの間にかその人になってて、不幸、ちょっと嫌なことを自分の目線で受けるっていうタイミングが。さっきまで第三視点で見てたのにって思ったら。てかさ、なんでさ夢の中に歌が出てくるんやろ、曲が流れるんやろな、不思議。なんかたまに流れるけど、あやめこの前は何が流れたっけな、あ、空腹で恋愛するな、流れた。空腹で恋愛恋愛をするながめっちゃ流れてた。ちょっと目ゴロゴロしてる、なんなん何が入ってんの。お腹空いてたんかもしらん。そう、今回のさコナンの映画めっちゃ気になんねんな。初めてコナンの映画、コナンあんま見たことないけど、コナンのキャラは知ってるからさ、今回の映画めっちゃ気になる。うん、ありがとう。でもそのままこれ、あ、失敗した。何？中にバター入ってるパンかと思ったらさ、うん、違かった、バターロールやった。うん、レーズンとバターが入ってるかと思ったの。うん、でもレーズンなくだった。ねえねえ、ちゃんと焼いた後にマーガリンを入れておりませんって書いてるな。うん、赤字で。赤字で。うん。見落としてる。うん、甘辛味バター中バター入ってるタイプのやつめっちゃ好き。それの黒糖が好き。あゆみはスープ飲むか。飲め。 CM で見る限り結局のところコナンの映画毎回ランってコナンが好き。知らへんねん、あや見たことないねん。ポタージュない？え？ポタージュ。ポタージュもうないよ。なんで？芋スープとクラムチャウダーしかない。クラムチャウダーがいい。ダーロールなんでまたマーガリン入ってる。そう。いいやん、バターバター。え、そう、ちょっとだけ、マジでちょっとだけチェンしたら美味しいやつ。え、
レポン、ジオンさん、リサさん、ミヒさんの場合保護者レポ確か一番何回やよって面倒見のいい。え、で、ママ仕事行くから後でさ、洗濯保護してな。オッケー、回したん？回した。うん、何時？何時だと思う？みんな。今日も佐々木さんお仕事ですか？仕事頑張って。ちょちよさんが仕事頑張ってねやって。な、やば。あ、よし来た。あみちゃん今日は。いろいろします。飲んだらわかる。わかったんかい。今日は いつもモモベで言ってる友達とデートに行ってくる。デートじゃないけどね、遊びに行きます。やっぱ、うん、そんなとこじゃない。普通に家の近く、家の近くでもないけど地元で遊びます。何しよう。そう、今日めっちゃ晴れやん。今日めっちゃ晴れやん。何か言ってた。今日の遊びは晴れであれば晴れである、晴れであるほどいいねん。パンじゃないよ。パンとスープ出してたらそれは朝食でしょう。ね、こっちがおばさんの。ありがとう。おばさんやばい。こっちがママの。もうまあ、あゆみさん仕事がいいか、あゆみおばさんって言う。うん、そう。ね、そう、今日はもう日焼け止めベッタベタに塗りたくります。やばくない？見てくさ、あんな遠くでさ、ちょっとずつしかさ聞こえへんさ、あの鼻歌でさ何の曲が出れるとか、やば。いただきます。暑い。あつ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 。持つのも暑い。ちょ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 。ママが。何が？何だ？猫タワーの一番上に登ってる。え？猫タワーの一番上に登って。うん。ちゃんと猫してる。だって猫やもん。ちゃんと猫してるのは麦だ。逆光やったら誰か分からん。
明日の天気を気にしてる。あゆみは昨日ゴマちゃんと一緒に寝た。ゴマちゃんどこで？うん、ここで。そんな中なん？うん、乗ってきた。あ、布団の上からか。マミは布団の中入ってくるか。でマミは毛布だけやったから、うん、薄さで言ったらほぼ同じ。なるほどね。ゴマとそんな中なのか。うん、ケンちゃんが笹岡さん大好きですって書いてくれてる。嬉しい。私も大好きだよ。暑くて飲めない。熱くて飲まれへんなと思ってる。仕事か。仕事行きたくない。行きたくなくないことないんやけど、自分で入れてんねんけど。仕事に行くまでがめんどくさいんやろ。そうそうそう、行くために準備したり朝起きたりするのがめんどくさいということ。パンちょうだいください。入れる。 あげます。あみはもういい、大丈夫です。もういらん。うん、ゴマちゃんと熱愛説って。ゴマちゃん女の子だからね。しかも年上だよ、18歳ぐらい。え、あゆき、お出かけの後練習？うん、家で練習するよ。家でするの？うん、だって本館、あ、レッスン所本館多分使われへん。社長になってくださいってなる？なって？社長になってください。社長？うん、ママが？うん、ゴマちゃんはお姉ちゃんだからね。そっちかじゃないね。みかん屋さんからお話さ、みかん屋さんにお話しないと。大好きだよ。見えたら見えてない。みかん屋さんだよ。そっちかじゃないの、そっちかじゃないの。あ、禁じられた一人と一匹。いろんな方向で禁じられてるけどね。兄弟何？お姉ちゃん、もうゴマちゃんの方が上。人種を超えて。猫と。女の子と女の子やし、姉妹やし、猫と犬じゃないわ、猫と人間。歌唱力出ますのツイートしてない、あやみだけ。今日そうかな。今日の朝な、これツイ、あの写真が何？なんもな、いや分からん。何？なんもない。なママ歌うまでないよ。痛かった。ママ歌うまくないし別に。あ、仕事行ってきますって。行ってらっしゃい。あやみが売れればママは仕事に行かなくてよくなる。そんなことはない。うん、娘のお金ですからね、それは。うん、でもタワマンだけ済ましてくれるらしい。あやみちゃん X 苦手なんやんで。ツイートせえへんから。今日は、うん、ちゃんと充電できた。だってママの充電器でさしたら普通に行けたもん。そうな、充電できひんって言ってたなと思って、うん、あ、そう、昨日はここで充電してたんやんか最初。うん、それは途中あやみが見てる限りまだいけててん。うん、いけなかった。37ぐらいで止まってた。わあ、マイカー。止まってたからママの方させてみようと思ったら全然いけた。ありがとう。あ、自分がオムライスの作り方今度教えてください。今度でいいの？今度でいいんだ。あ、配信中とかでってこと？前ママがやって、あやみが。充電器の問題ってことで、じゃあそういうことになります。うん、ママ、チャレンジのさ、うん、充電器壊れた。なんで？もともと猫がさ噛んで折って、なんかほぼ折れててんやんか。うわ、こんなんどうしたらいいか分からんわ。分からんよな、取ろうと思ってもさ取れへんくてさ。接着剤つけてこう。で、ボーンかボーンって抜こう。今日なんかめっちゃメイクのいい。中に刺さっちゃってるタイプや。え、そう、折れて
なんかさんがちょっとだけ俺ちょっとあの俺んその先端が折れてはいたけど線がつながってるからまだ充電できるかなって思って刺したらで充電も切れてんの。そうで折れて線も切れて で中に入り込んでしまって充電がスーパーもうスーパースーパーえこれでもできるんじゃない。充電器はできるかな。ちゃうか。前のせいにゃん。麦ちゃんは悪くないよ。多分豆。豆やな。うん。こんなんいらんことすんな。大体豆。うん。もうチャレンジ全然やらへんからやめて。マジで。うんうん。なんて。やってるよ。やってるよ。やってないよ。今日もやったよ。昨日もやった。一昨日もやった。3日間だけやろ。国語はちょっと授業やってるからできるようになった。いけんな。勉強どうやって教えようなな。あやみに教えて。ほんでそれはあやみがやるわ配信中に。卵でさっき表の部分を描くね。焼くってこと。ゆっくりな。焼きすぎず焼かれすぎないすぎずみたいな。あ、そう、わかったかも。え、あ、卵焼き器に表の形のに卵の溶かしたやつを置いて、うん、焼いてその上から卵ボーンってこと。他のボーンっていうかボーンじゃないやろ。じゃあうわすごっ。え、わからんかったん。どうやって作ってるかわからんかった。あみ最初はあのリクロホットケーキの時もやったやん。リクロおじさんタイプ出てたんかと思ってた。上からジューってリクロおじさんな。そう、焼きーんってこと。焼きーんしてたんかと思ってた。どんにかして卵じゃーです。お料理配信いいなって。いいやろ。いいやろ。やばじゃあオムライス作ってみて。あゆみがもう久しぶりに作るな。ちょっとリクリールームス配信もしなかんで今月、うん、今月だからとかじゃなくて。いやわあ。高松さんがパン投げてくる。ありがとう。さあ、リクロの、いや、リクロの焼き印たくさん押してくれなくなった。え、そうなん ?1 個しかダメだったの。押してくれてたよな。押してくれてたよな。テレビだからって気合を入れましたね。そういうことになりますね。ていうか、なんかさ、話題になればいいなと思って。あやみの話の引き出しになればいいなと思って。昨日はあやみ学校で泣いてん。やばくない。なんで。うん、離任式。え、先生たち、うん、去った先生たちが。え、好きな先生おらんくなったの。おらんくなった。あやみ担任の先生が、あ、いや、おるよ、おるけど、あやみの担任も副担任もみんなおらんくなっちゃった。え、学校からいなくなったの。うん、そう、あやみの学校からいなくなった、うん、え、そう、あやみの担任は産休。じゃあまた戻ってくるやん。でもあやみたちが戻おるときはもう戻ってこ、おらんと、おらんくなってから戻ってくる。うん、うん、でも行事ごとは赤ちゃん連れてきてくれるらしい。でも副担任は違う学校行って、うん、2組の副担任も違うとこ行って、うん、で3組の副担任も違うとこ行った、うん、2組の副担任の先生が英語の担当の先生やねんけどさ、うん、マジでみんな大好きやったからさ、うん、授業も面白くて分かりやすかったから、うん、普通にショック。泣くん。それで泣いた。泣いた。すごい泣くん。泣いたわ。女子やな。女子やろ。あのあやみのさ、友達のさ、親友のさ、うん、のもう泣いてた。うん、一緒に泣いた。うんと R の方、うん、M の方、うん、泣く。え、 M の方が泣くん。 M ちゃんな、めっちゃ涙もろいねん。 M 泣かなさそう。なんかクールやん。校長と副校長は変わらん。
変わりません。今年は担任の先生は元1年2組の担任の先生、大好きな美術の先生。そう、大好きな美術の先生でさ、そう、めっちゃ涙もろいね。やばくない？泣くほど先生のこと好きってやばいな。うん、そう、やばいよな。おじいさん先生いなくなっちゃってん。でそのさ、離任式の時にな、そのおじいちゃん先生が、前の学校行ってきたんですけど、うん、なんか僕が前の学校じゃん、新しい学校の子に前の学校では〇〇って呼ばれてましたって言ったら、うん、すぐそのあだ名で呼んでくれる子やったばっかで、ノリ良かったですっていう話をしてたんやんか、うん、それでまあみんな離任式終わって教室に終わった時に、なんかあやみたちがつけたさあだ名をさ、他の学校の子が使ってるのはなんか嫌やなっていう話してた。重いやろ。天然じゃない、まだ違う学校に。天然じゃないんよ。天然じゃないねん。今年60って言ってた。天然伸びたから。もうちょっとあやみたちの学校にいてほしかったけど。あ、やばい、ママ化粧もしなあかんねん。あ、じゃちょっとで家出なあかんやん。え、ママが家出る時間知ってんの？ママ昨日言ったやん、言ってたやん。あやみが明日何時ごろに出んのって聞いたら言ったやろ。女心じゃないよ、あの全員言ってた、マジで。元1年1組の子、男女関係なく、もう著作権かかってるかもしれん。ママ今日やけにゆっくりしてる。そう、ママさん今日ゆっくりやね。そう、午前中だけ一個仕事パッて入れたけど、うん、遅いね。何時頃に帰ってくるのじゃ。え、めっちゃ早い、もう昼に終わるもん。何しよう。でママなんか家でさ、一人で暇なんかさ、うん、嫌やね。じゃあどっか行ったら。どっか行ったらやばい。どっか行かへんねん。散歩。あ、散歩、ウォーキング行ってきたら。痩せよう。そうやな、遠いイメージとこ。そうやな、クリック覚えたで、あやみ。早く TikTok 撮って。撮るわ。あやみのね、推しのアイドルのね、デビュー曲のね、振りを覚えました、サビだけ。まあさ、NMB の音源がさ、TikTok で使えたらな、そう、全部踊っていくのにな。踊れてく、もう何曲踊っていく。踊りたかったのにな。けど、使われへんから。使われへんね。お前、チョコザップ行こう、チョコザップ。チョコザップ契約しようか迷ってんねん。いいかな。うん、ていうか契約するわ。ちょっと太ったわ。やっぱあかんわ、あのさ、ニアワール会議の目標のさ、うん、ウィンクの10段を終えるだけやねんけどさ、うん、ウィンクの10段1曲踊ったところでさ、あの世代交代3曲にはさ、かなわんかった。スプーン取って下に触って。世代交代前夜三曲を毎日踊るにする。クイレム版からチュロスになりますように。オーナフヒトが、オーナフヒトがって言ってた。オーナフヒトさんがチュロスになりますように。言ってる。アヤザップにするか。アヤザップって何？アヤザップ契約したら毎月お小遣い3000円。取ってもいいじゃない。まあ確かに。いやいやいや。よくないよ、それ。取ってても可愛いしな。え？え？なんか言ってる。何言おうと思ったんだっけ？忘れちゃった。
でも太ってても可愛いってことは痩せたらもっと可愛いってことやもんな。なんで太ってたら可愛いっていうさ。太ってても可愛いっていうことは、うん、痩せたらもっと可愛いってこと。うん、もういいや。可愛いんじゃない？うん。え、可愛くないだって顔。ねえ、もう何言ってんの？レイジャーみたいなこと言って。やばい。だってブスじゃないなと思うんだもん。まあ、ブスではないんじゃない。昔は思ってた。なんか自分で可愛いっていう人ってどういうことみたいな。それは自分のこと可愛いって言うわ、やめだって。うん。だから本を読んや。なんであかんの？自分でもなんかさ、おもろって思って。なんでなん？あやみだってママのこと可愛いって言ったやん。うん。それは。前髪を作って可愛いってやって。やっぱ前髪作った方が可愛いやんな。幼く見えるな。うん、そう思った。あ、見分けられてる。毎年1のキロずつ痩せてますって言って。えら。え、鳥取さらさんがママと一緒に命のへそ踊りたいって踊ろう。そうなるよな。あやみちゃんが可愛いということは佐藤さんも可愛いってことやな。遺伝子的にな。でも全然タイプちゃうと思う顔もな。うん、ママは何？タヌキ、キツネ。うん、そう、タヌキとキツネって感じ。目、え、こっち向いて。目の形がもう違うもんな。うん、もうタレ釣りでなんかシュッてなってる。あやみ？うん。釣り。うん、あやみ釣りね。なんか下がふっくらしてるタイプ。あれ、ママ化粧道具持ってきてなかった？持ってきてなかったね。うっせやろ。日焼け止めとそれしか持ってない。あら。さやみはここがどちらかといえばまっすぐで、下がぷくってなってるタイプなんですよ。ママはここがまっすぐで、ここまっすぐじゃない、こっちも開いてるしこっちも開いてるみたいな。ほんまや。ほんまやな。だろ、若干開いてる。でも上の方が強いね、膨らみ。これつく？つく。どうやってつける？麦ちゃんは猫。これで待ってて。タヌキ、赤いキツネと緑のタヌキやな。それは赤いキツネ派や。マミは緑のタヌキ。可愛いは無条件や。確かに可愛い女の人ってみんな存在が可愛いからな。なんかさ、全員鼻が、全員やからな、それは、うん、ほんまにそう。それはそう。女の子は生まれてきてた時か、生まれてきた時からプリンセス。あれもう全然化粧どうなってる。あやみの借りる？嫌だ。あやみのチピチピ、違う、シピシピ。カワウソ系？誰？あやみ？ママ？何？カワウソ系。カワウソ系？カワウソ系？ママ？あやみ？うん、分かんない。あやみはどちらかといえば三拍。三拍眼。ああ！ママ四拍眼やで。知ってる。どっちも開いてるからやろ。見せたいこれママみんな。四拍眼。開いたらみは下の方が目の下、ん？下の下側の方が黒目の下の方が見えます。まあ全部見えます。頑張ったらな、白目も見えそうやねんけど。でも三白眼ってパッと見めっちゃ目つき悪く見えるから、初めて会った人に怖い印象を与えたらどうしようってなる。ニコニコ笑っとけばいいやん。それはそれで逆に怖いわ。タヌキよりカワウソ系かなと思った。ママだけど見たことないんやけど。ママのこと？ママのこと、まあ、でもママのこと見たことないし。あ、見たことないんや。そう、タヌキくれも悪口ばっかりに聞こえる。なんか切れたわ。なんで？充電がないから。充電して、どれ？頑張って見つけて。もう無理、ママ今つけてる。あ、これこれこれを。もうなんでこんなさミックスされてんの？あれ買ってや、なんか整える、何？あのまとめるやつ、箱。
いる？いる。抜き差しすんのやったら意味なくない？チピチピチャパチャパって箱がいるんじゃなくて、普通にしてても睨むなって言われたことある。わかる。今はもう何その顔はみたいな、怒ってんのか。真顔でこれしたら、さあそして真顔です。何これ、違う違う、これこれ、何これ持ってたやんか今。合ってるやん、これやった。これ真顔やみの。怒ってるわ。ねえ。真顔怒ってる人と怒ってない人の違いってなんなんやろ。もともとこういう口角が上がってる人とか、うーん、ライガーっていうの。あ、今の家出る準備始める時間ですのアラーム。もともと口角が、そう、あやみはしかもここがちょっと下がってるから、うーん、めっちゃ怖い。待って待って、怖い怖い。笹子さんって公園行った時あれ何されるのとか分かるの。分かる人もおる。分かる人で向こうは気づいてないよなっていう人もおるし、向こうにももう気づかれた人もいっぱいいるし、うん、あ、試合の女お父さんが笹子さん誰ただのオタクって言ってた。誰確かにマジでただのオタク並みにオタ活してる。知り合いってこと。え、ママも知ってる人ってことやな。それが分からへん。あ、そうちゃう、え、分からん。でママもそのあやみがメンバーになる前に、うん、その仲良くなった人も普通におって、うん、今そのあやみはその人ですと会ってないけど、ママは会うやん、その現場で。劇場行ってるもんな。劇場でおた友達みたいな人会うやん全然、うん、その人の中にちょちょさんの友達がおるってこと。え、誰だろう。そうです、普通に。逆に怖い笑い笑い顔やと怒られてるのに笑ってるんやってなることもある。確かに。じゃあもうダメじゃん普通の。あー確かに、それもわかんな。うん、たぬき系美人の劇場さん。いや嘘です、嘘です、全然美人じゃないかもしれん。冗談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 。ただのマジでただのオタク並みにイベントも行ってるし、うん、劇場も来てるし、普通にオタ活してる。ただのファンやもんだって、うん、NMB の。マスオさんは私のこと気づいてたけど、私は気づかずにあの話しかけてしまったことある。話しかけ、あ、だからマスオさんはママのこと知らんか。え、し、顔多分知ってるの顔やった、あれは。でその後喋った、その後普通に喋って。なんかママがレイオのポストカードやってん、うん、でレイオちゃん軍団がいたから、青い T シャツの、うん、その中の誰かが欲しいかなと思って、でもあれをよくあやみももらえたらいいなと思って、そのレイオ軍団にレイオちゃんの引いたんですけどって言ったら、マスオさんやったと思う、多分。あれが気まずそうな顔してた。あったね、ほら絶対マスオさんやじゃん。あれ、世代交代以外も入ってるんですか。待って、世代交代以外は入ってないかったんですけど、え、投げたん結局。投げたかもしれん。いつ4月17。ママ普通にトレードも近づけてた。そうやんな、はずそうやねん。え、結局投げたん。投げたかも。 N M メンバー出てる。出てる、出てるから投げたんだよ。あ、そっか、それ、そうやな。え、あれはどうなんやろ。あれはでも行きたい。笹岡さん認知したいって。え、みものさんは何に来てんだろう、いつも。まさのさんは何に。まさのさん、辛いこと来てる。うん、うん、うん、行くよって言ってくださる時はあった。全然気づかずに劇場行ってるけど見られたら恥ずかしい。え、ママヤミさんわかる。ヤミさんわかると思う。わかるって。あ、わからん。そう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 、ヤミさんわからんと思う。なんかうちわをツイッターに載せてる人とかやったら、あの人が、あの人かってなって、その行った時にいたら
もう世代交代しか言ってませんありがとうございます。え、17日みものさん投げてんねんって、そうかもしれへんね客席にやみちゃん座ってたら3度見するだろうな、めっちゃな、てか並んでる時点でさ、えってなる。もうメンバー自覚を持ちなさいでもさ、客席で一旦見てみたい、その本番を。ゲネとかで見れるんじゃない。ゲネで見たか、ゲネじゃなくて本番を見てる。本番を見てる。その見れるとこあるけどさ、やっぱ出な、見にくいねん、ちょっとやだ、行きたくない、やばい、行きたくない、早く準備しないと。ある程度でいいんだよ。ひな祭りカードトレードの時、夜はいましたよって。ひな祭り夜おった、マサノさん。マサノさん、うん、マスオさんと喋ったのは夜やけど、あの、じゃじゃ昼にトレード持ちかけて、あ、なんか気まずい顔されたなと思って、なんで夜マスオさんってことが分かって。マサノさんは分かるかな、分からへんかな、まあ、いや、自分の目、この目の形で良かったなって思ってる。良かったね、それは。ママはもうちょいかまぼこみたいな目が良かった。そうなん、なみ、うん、かまぼこよりこっちの方が好きやねん、下が。ちょっとここまっすぐ行って下がって上がると目頭切開がちゃんと切られてる。目頭切開って何？目頭ここ。おったからママに話しかけるのはみんな自重してるの？どうなんですか？みんな。どうなんですか？遠慮してますか？え、ママはこっち向いて。あ、ママはあるわ。何が？ここ目頭のさ、チュッチュッっていう。切開したみたいな。そう。あるやん。もう元々あるやん。元々ある。はい、元々ある。いいってこと？はい、いいってこと。いい、なんかそれで結構顔のバランスが整うらしい、それのおかげで。へえ。だから、ちょ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 、まだできてない、まだできてない、もういいやん、ちょ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 、そもそも温められてない、充電してたから。あ、なんかおっしゃった、うん、なんか、あやみちゃんカードをわざわざ親切な人が探してくれて。え、そうやね、親切な人多いやんな。サッカさんってバレバレなん？どうですか皆さん。結構みんな知ってるんじゃない？バレバレですか？うん、だってでも意外と喋りかけられへんかも。だからちょっとためらってるんじゃない？自粛してくれてんの？笹岡さん話しかけ自粛期間っていうのが。おしゃべり大好きやのにママは。うん。ただのお宅やのに、ただのお宅やけど。メンバーの母やからこういう私たちが何やそれ、こういう私たちオタクから喋りかけてる、うん、ファンの方、自分から喋りかけるのはどうなんやろっていう思ってくれてんの。あやみやったらそうする。もしさ、でもただのオタクやで。もしさ、劇場のとこにさ、若宮さんのお母さんがマサヤナはもう喋りかけへんな。喋りかけられへんやろ。でも、うん、ママは喋りかけられたら嬉しいからな。あ、ママ分かったらヤッホー言います言ってあげてください。言ってて、ほんで別の知らんお姉さんに、お姉さんってお姉さんとか自分で言ってた、知らんおばさんにヤッホーって言っちゃダメですよいや、ママはもう確信持ってから言わない。でもママぐらいの年齢ってさ、あんまおらんくない。え、おるやろ。おらんか。え、もっと若い子とか。あ、確かに方が多い。女の子もっと若いか、もうちょっとお年を召してるか、うんうん、お年を召、そう、お姉さんとか、おぼ40代ぐらい、うん、の方が多い。だからママぐらいの年齢の人あんまおらん。ああ、確か意外と、だって普通子育て真っ最中やからじゃないん。ああ、この年代確かに。みんなちっちゃい子おるやん、うん、みんなは嘘です。みんなは嘘、ちっちゃい子おる人が多い、ママの友達とか同級生とかでも。まだちっちゃい子、うん、からあんま来ない。名札しててください。俺もバレる気しかない。そうやってこうみんながママって、 あれがあやみちゃんのママやって分かってくれた時に、痩せてたいから痩せようと思ったんや。そうやろ、そもそも、うん、だからママは頑張らないといけない。
じゃあ行ってきます。あ、そうだ、大きい声で話しかけるのはちょっとあれやんな、恥ずかしいかも。ちっちゃい声で話しかけてる。でもただのオタクやから、ただのあやみをしてと喋る感覚で、あやみがいいんやったら、あやみはママがいいならいいって言ってた。嬉しい、いってらっしゃい、いっぱいもらっちゃった。あと1時間あるわ。気づいたらもうかなり。そう、大声で笹岡ゾーンっていうのはダメ。ちょっと恥ずかしいかも。ちょっと恥ずかしいかな。あ、じゃあもうあやみの歯、じゃああれや、今年の生誕祭のデザインできた。何？ことあやみの歯。意味わからん。生誕ティー？うん。あのみかなさんのみかなをしてみたい。あやみの保護者ですにしたいんじゃん。みんなさ、あやみのファンの人ってあやみの保護者みたいやん。着てる。昨日は暑くてな、 T シャツ脱いだの。 T シャツ脱いじゃん。ワン、ツー、スリー、ハイ。そっちか。待ってたの世界飛び出すのけど、さあ行かないと。ね、洗濯なってたよ、お願いね。これはどれ運んどいて。空っぽです。え、今日何時に帰ってくるの、あゆみ。わからん。え、お昼どうするん。お昼は、あぶる名前言いそうになった。あゆみちゃんと、うん、薬局にあの子が好きなラーメン、焼きそば買いに行く。ここで食べるの。うん。ママのも買っといて。500円あるやろ。500円ある。あれで買っとけばいい、ママの分、うんうん、あ、嘘、やっぱママカップ麺いらない。あ、美味しいよ。美味しいけどカップ麺食べない。あ、バーバーが最強どん兵衛買ってくれてた。知ってる。でもそばの気分じゃない。ジャムが食べちゃうよ。え、アルちゃん来る前に洗濯物本当にお願いね。うん、アルちゃんが来るなら洗い物もちょっと片付けていてほしいな。お願いします。ヒルエシカップ焼きそば。友達と遊ぶときは基本それ。友達がその焼きそば好きやから。あ、やばい、洗濯しちゃったカーディガン。そうすれば前に入るでしょ。ちょっとママ早く行かないと遅れんで。ペアじゃない方、その薬局に売ってるやつ。いつもさ、いろんなとこじゃなくて。もう服なくした。ああ、あみのヒョウ柄着てく。あみのヒョウ柄着てかない。ちっちゃいか。ヒョウ柄はちょっと良くない気がするんだよな。じゃあ、あみの学校のカーディガンは。あやみ、ありがとう。ね、あやみ。あやみ、それ一時期パクってたな。パクってたな。うん。コンサートなんか写真にこれ載ってたもん。載ってた。パクってたそれ。なんかちょうどいい暖かさがそれやってんな。じゃあ、行ってきまーす。いってらっしゃーい。いってらっしゃい。え、今日ルームする？今日は。カラオケ行く？行く。ルームスカラオケする？する。あ、じゃあ前日までに言わなかねたっけ。え、ルームスはいい。そうなん。うん、じゃあ告知してね。また言うわ、時間。ママ選手権で明日もツイートすんねんで。いってらっしゃい。走ってる。もろ、やっぱギリギリやったんや。じゃあ、みもちょっとやることが多いから終わります。ちょ、着替えなあかんし、洗濯のも干さなあかんし、さ、いっぱい前髪もやるなあかん。
多分ギリギリやったらと思う。はい、じゃあ誕生見ます。またさ、またさって、またそのルームスの時間と、あの何の時間違う、あの何やったっけ、歌唱力のやつツイートするので見てね、いいねも押してね、コメントもしてね、違う逆やつって、コメントしてねでいいね押しちゃった。では13位から読みます。13位炭酸先輩さん、ありがとうございます。12位野原慎之介之助さん、ありがとうございます。11位高本さん、ありがとうございます。10位陽くん、ありがとうございます。9位マスオさん、ありがとうございます。8位鳥取太郎さん、ありがとうございます。7位キャンちゃんさん、ありがとうございます。6位、ハリポッターメガネさん、ありがとうございます。5位なつきちゃん、ありがとうございます。4位せいきさん、ありがとうございます。3位くまさん、ありがとうございます。2位黒島へへ対ミラナイポンさん、ありがとうございます。そして1位はまさのさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、はい、明日は世代交代通夜公演があるので7時からです。ではありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。行ってきます。